リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリントです。本日はシェフィーのね、身体測定をしていこうかなと思います。前にね、測った時で、大きさが、15センチだったかな？じゃあ、14センチぐらいか。で、体重がですね、17グラムぐらいだったんですよね。なので本日ね、この子の体重測定と身長というか全長をね、見ていきたいと思います。よいしょ。はい、ごめんね。はい、もうほぼベタ慣れですね。ちょっと頭失礼するよ。まず姉ちゃんってね、ちょっと嫌がるよね、さすがにね。よいしょ。はいはい、ちょっと失礼するね。ちょっと顔のところに、よいしょ、はい、置いて、はい、背中を、はいはいはい、ごめんね、失礼するよ。はい、ちょっと嫌だと思うけど、頭がこの辺で、ちょ、はいはい、OK、はい、今がですね、ここだから 21.5 センチぐらいですかね。わあ、大きくなったね、あなたは。3週間もならないぐらいで。では次、体重。前回が 17g だったので、今回どんなもんか。よいしょ。はい、では失礼するよ。はい、おとなしくしててね。はい、おとなしくしててね。25g ですね。うん、高くなったね、あとね。また 25g もあんの、今。ご飯はね、食べるとき食べないときがね、様々なので、ちょっとまあ、今食べたい時じゃないよっていう感じね。で、置いとくと勝手に食べてくれたりするんで基本的に大暴れはしないですね、こんな感じで。ちょっとそっち行くと危ない。こっち行くと危ない。よいしょ。はい、っていう感じですね。で、今ですね、サンショウさんのケージもちょっと変わったので、チラッとだけご紹介はい、こっち、ああ、下に入っちゃった。今ね、冷温庫をいただきまして、そこでね、飼育をしてるんですけど、このいただいた冷温庫がですね、ちょっとね、なんか冷えにくいというか、壊れてるんじゃないかなというのは私の見解です。ペルチェ方式という冷やし方をするタイプらしいんですけど、なんかうまくいっていないような感じがします。ちょっと様子を見ながら、修理とかはね、なんか自分でやろうと思えばできるっぽいんで、それは自分でやれたらやろうかなって感じですね。もうあんた、できればそのまま上からケージに戻んなさい。まあ、冷温庫になって、冷たくなる部分っていうところには触れないようになってるので、一応。もしこうやって脱走したとしても、このケージというか、冷温庫内で済むような形に今しております。はい。今はね、こんな形で。で、中でね、LED のライトを仕込んで、いう状態ですね。で、この横にね、頑張って線を入れてるんですけど、ちょっとね、線を入れてる関係上、ちょっとだけここに隙間がありますね。はい、っていう感じでございます。シェフィーは大きくなったね。今日もね、鶏肉をちっちゃく切った鶏肉を2つぐらいはね、食べていたので、うん、いい感じですね。よいしょ。最近上から来る手も大丈夫になりましたね。まあ、たまに逃げるけどね。今は嫌みたいですね。嫌な時はやめましょう。はい、こんな感じですね。またね、1ヶ月ぐらいしたら体重測定とかもね、やっていこうかなと思います。ひとまずはシェフィーもね、ちょっとずつですが慣れていってくれてるので、この調子で慣れていっていただきましょう。本当にね、昔とか来た当初はね、こうやってすくい上げようとしても逃げましたからね。
今は割とおとなしく手の上に乗っかっててくれますね。はい、どうぞ。そこでバスキングする？うん、元気そうだ。そこあったかいでしょ。そこでゆっくりしなさい。シェフィーも元気に育ってますね。この調子でシェフィーにも育っていただいて、そして山椒だったりね、レオバだったりね、福桃の皆さんもね、元気に元気に育っていっていただくことを祈っております。ということで本日は、シェフィーの、身体測定と、ちらっと山椒のねケージの方のご紹介をさせていただきました。ということで以上ミントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。